君たちにはつくづく驚かされるよ。てめえは。先輩、本当に久しぶりですね。聖杯の前じゃろくに話せませんでしたし。1年半ぶりか。遥か昔のような心地だが。ああ、その眼差し、そして尋常ならざる気配。例のやつ連れてるんでしょ、ジョルジュ。ゲオルグです、サラ教官。これはナグルファル、知性としての僕の獲物ですよ。やあ、来たか、熱き血潮の乙女たちよ。あなたは、まさか。その仮面は。可能性は予測していました。とはいえ、さすがに悪趣味。赤のロスバイセという乙女たちよ、見知りおき願おうか。やれやれ、予想通りか。当たってほしくはなかったけど。まあ、気づかれますわよね。あの日以来、マスターのなされようにお前が納得していないのは知っていた。でも本当に後悔しない？ここでたもとを分かつことになっても。するに決まってるでしょ！あなたたちのことだって。ですが、マスターに導かれた魂はもう私自身を欺けない。私も手を貸してしまった。世界に滅びをもたらす黄昏、それが意味することを斧が目で見極めると決めたんです。あんた見込んだ通りっつうか。行きやよし。私たちの最古参でありながら最年少でもあった筆頭、本当に成長したわね、二人とも。って、あくまで年下扱いですか？いろいろと盛り上がってんじゃねえか。火炎魔神マクバーン。まずったな。あんたは出かけてると思ったが。昔っから鼻はいいんでな、美味しい匂いには敏感なんだよ、青の騎士。それにいい感じに混ざりきったやつがいるからな。鬼と化し、終末の剣を振るって黄昏を引き起こした張本人、灰色の騎士、いや灰色の鬼、リーン・シュバルツァー。ナイト流の構え、海上要塞で散々お世話になった。それでも覚えていないんですね、私たちのことも自分の本当の名前も。ああ、私にあるのは偽りの名と使役される役目のみ。叶うことなら枷を外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。なんかクローと違って全然変わってないような気が。それとは別に根本的なところで違いがあるみたいですね。ええ、魂魄の巡り方がクローさんとは違うというか、言い換えれば私たちと変わりないですね。何？まさか
青のジークフリード、それに聖女や両兵王と違って。ああ、彼らと違って私は不死者というわけではない。だがこの仮面は私の行動を規定し、潜在能力を極限まで解放する。なんというクーフ。さあ乙女たちよ、始めるとしようか。そしてことほぐとしよう。運命の開口と血湧き肉躍る宴を望むところです。昔からの恩人にしてかけがえのない七組の先輩、届かせてもらいます、アンゼリカさん。先輩、一つ聞かせてください。一体いつからあなたがゲオルグだったのか。あなたはクロウ先輩の死を心の底から悲しんでいた。そんな立場なら内戦の時にいくらでも介入できたでしょうに。なのに全てにおいて後手に回り、クロウの葬儀で帳尻を合わせた。そのあたりが境目と俺たちは睨んでいるが、どうだ。君たち、そこまで見抜いていたのね。よくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことかよ。ああ、考えてみればアルティナも攻防以前の記憶は消去されていた。そういった書き換えのような技術が黒の攻防にあるのなら。正解だ。クロウの死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻した。そして偽りのジョルジュを演じながら君たちに接していたのさ。全ては黄昏を導くために、知性としての使命を全うするために。いろいろ言いたいことはありますけど、今は問答の時間じゃない。そこを通してもらうぞ、ジョルジュ・ノーム。この人も本気で立ち塞がるつもりなのでしょう。ああ、それに加えてこいつもおまけしてやろう。魔剣アングバール。あんたが名手ってのから授かったとかいう剣かよ。ああ、外の断りで作られたこの世に存在しないはずの剣。クロウ、それに今のてめえなら食らいつけるんじゃねえか。買いかぶりすぎだっつーの。さて、そろそろ始めましょうか。暗き地の底にて交える決別の戦いを望むところ。届かせてもらうぜ、マクバーン。さあ、この胸に飛び込んできたまえ。ヒュヒュハッ。見切った。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ、我が元に集え。ジブリール・アロン。己の罪を悔いなさい。アルゼイドの神髄、その身に刻むがよい。マイル。もう一度。とどめよ。
走れ炎よ、ボンバルフレア。手加減抜きで行かせてもらう。とどめだ、ドラグナーハザード。オーバルディア戦起動。オーバルレーザー照射。砕け散れ。なかなか情熱的だね。悪いけど君たちはここで終わりだ。ヴァンダールが創建、とくと味わえ。行くぞ。とどめだ。ラグナファイク。さあ派手に踊るとしようや。そら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 。お年齢するにはまだ早いぜ。おれ！ベリアル！レイド！いい夢は見られたぜ。絶空砲翼の力、思い捨てがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。この高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。覚悟してもらう。残念だけどここまでよ。ニエとしての力も見せてもらうぜ。はぁ、足りてきたぜ。厄介な。シュートは
は次が我慢しろよ。さて、こいつで仕上げだ。キリオン・ハザード。このまま最後まで盛り上がると名前もなくしてなお何を求め剣を振るうか己自身と向き合ってせいぜい見極めてみせろよ。先行するがよい。ユーナ、アルティナ、ミゼ、ここは私たちが食い止める。リーンさんはすぐそこですが何かに飲み込まれかけています。でもあなたたちなら大丈夫、きっと取り戻せるから。了解しました。お言葉に甘えます。ドールズ新七区に先行しますね。ここまでとは。行きたまえ、クルト、アシュ。ここは僕たちが食い止めるから。リーンは何かに飲み込まれ自分を失っているようだ。せいぜいお前たちで活を入れてやるがいい。引き受けました。あんたらの分までお見舞いしてやるよ。合流できたか。そっちも気合十分みてえじゃねえか。ええ、同じく先輩方に託されてしまいましたし。ですがこの場所は、グレイボーン連邦地下センアージュにある大地の裂け目、厚い岩盤で外界から閉ざされた黒の工房の連絡回路、ここから三系統の研究所に移動することが可能です。ハル、ひょっとして思い出したのか。ええ、出荷前の基礎知識をインストールした記憶だけですが、
アルベリヒ工房長の姿や先に目覚めたミリアムさんのことも。この子が僕の妹か。ごめんね、すぐに忘れちゃうと思うけど、外に出たらちゃんと再会して一緒に遊ぼうね。私はミリアムさんにすでに会っていたんですね。あの人だって記憶は完全になくしていたはずなのに、それでもしつこく話しかけてお姉さんぶったりして。そっか、本当にお姉ちゃんだったんだね。そしてちゃんと約束を果たして妹さんを最後まで守った。だったらなおさら取り戻してやらねえとな。ああ、バリマールやあの人と同じく。見つけた、大切なもの、なくしちゃいけない力。教官、教官、教官、聞こえてない。飲み込まれている。エマさんたちがそう言ってたが。ですがあの食器、あの色はひょっとして。ああ、俺よりもはるかにやべえ状態みてえだがな。呪いに蝕まれた状態。確か逃げだったか。え、確かに同じ色の。帝国を蝕み続けるという大いなる一の呪い。滅ぼせ全てを。あいつらを皆殺しにして全てを取り戻すために。アッシュの時よりも。いい加減にしてください、リン教官。そんな風に全部を自分だけで片付けようとして、私たちや先輩たちの気持ちも少しは分かってください。邪魔をするつもりか。足りねえだろ。どんなヤバい状況かは知らねえが、あんたはそうじゃねえだろ。似合ってねえんだよ、どこまでもな。ですがそれが教官が背負ったものであるなら、どうか少しずつでも私たちに肩代わりさせてください。バンダールの剣は守護にして覇者継承の剣。あなたから教わった全てをそこに込めてお返しします。ディーン教官、私はやっとここまで来られました。作られただけの私があなたやミリアムさんに導かれて、ユーナさん、クルトさん、ミュゼさんにアッシュさん、先輩方と一緒に。だから誓います、この暗くて空っぽな地の底からあなたとミリアムさんを取り戻すと。みんなを守るお姉ちゃんの意志を、あなたを含めた全員で果たすためにも。上等だ、ぶちかましてやる。私たちの戦力受け止めてもらいます。邪魔する者キル。お返しだ。今から魔法をかけて差し上げます。おきれいですよ。ブリリアントシャット。ちょっぴりやりすぎてしまいました。
生きた。回復します。ありがとう。お世話になりました。での戦いでみんながつながった時のような。つなげなさい全員を。君はって誰だ。誰だっていいでしょ。そいつはある理由で心のかけらを失ってる状態よ。あんたたちにエマたち、それ以外にも縁がある人間全員語りかけてやれば取り戻せるはずよ。了解です。この後に及んでオカルトとは気に食わねえが、私たちのアークス2を起点に工房内、そして外部の霊脈にも。
人たちの思いがお兄さんのもとへ。どう答える、リーン・シュバルツァ。どうして俺は飲み込まれて取り返しのつかないことだから、そういうのが背負い込みすぎなんですってば。なんかヤバいのに飲み込まれて制御できなくなったんでしょ。あの時のそなたは我ら全員の負の想念を引き受けたはず。それこそが呪い、エレボニアを蝕み続けたもの。ま、やっちまったことをゼロにはできねえが、私たちみんなでどうしていくか考えることはできるはずよ。みんな、そのためにも僕たちには共感が必要です。取り戻したまえ、まずは自分の名前と意志を。いかに呪いが強大で共感を縛るものだとしても、君ならきっと取り戻せるはずだよ。ええ、力を貸すのは私たちだけじゃない。今までお前が培ってきた全ての絆が翼となるだろう。さあ戻ってくるがいい。待っています、みんなで。そうだ、そうだった。俺はこんなにも多くの人に思われ生かされて大丈夫みたいだね。先輩、それに不思議な力でつながったみたい。拳みたいですね。本当によかった。どうかご武運を。兄様たちならきっと大丈夫です。ああ、三人とも別の場所から。そうか、あれから一月近くも。ちょっとばかり寝坊しちゃったみたいだね。うん、2年前といい、つくづく因果な運命なことだ。私も似たようなものだな。思考フレームのコアがロストした。それでも今後は可能な限りお主たちの力になっていこう。僕もちゃんと使いこなしてよね。成獣には気の毒だったけど、きっとみんなの力になるから。ミリアム、バリマールも分かった。二人
がそんな感じなのに、ここで俺がぐずっても仕方ないな。そうそう、とっとと取り戻しちゃいなよ。お主の名を、皆と共にあり続ける魂を。ああ、俺はシュバルツァー男爵家長子にして、八王一刀流が中殿トールズ士官学院卒業生にして、第二分校の専任教官、大切な仲間や教え子たちと共に帝国の闇を払わんと決めた者。トールズ士官学院七組リーン・シュバルツァには戻らないか。でももう大丈夫だ。ただいま、ユーナ、クルト、アルティナ、アッシュにミュゼモ。リン教官、この機会に先を越されちゃいましたね。さすがにチビウサ差し置いて抱きついたら軽いすぎんだろ。状況は分かっているつもりだ。全て見ていたからな。みんなありがとう。セリーヌも苦労をかけたな。ふん、貸し千個だからね。それほどでも。ってセリーヌさんなの？確かに声は同じですが。まあ人前で披露するのはこれが初めてなんだけど。で、追いついてきたわね、リン。無事だったか。女神よ、感謝する。危なかったようだが、ユーナたちのおかげのようだな。うん、暴走してたリーンを止めたみたいだし、セリーヌも無事で本当によかった。エマ、あんたたちもね。って、そうなのか。たくさんの人たちに助けられちゃったみたいね。ええ、みんなも含めて感謝してもしきれません。なんとか取り戻せたかよ。手間をかけさせてくれましたわね。クロウ、リーンを助けてくれたんだ。ありがとう、二人とも。助太刀してくれたことはちゃんと覚えている。礼も含めてじっくり話したいが、今はその余裕はなさそうだな。違いねえ。ハサミ打ちですか。自力で己を取り戻せたとは頂上だ。失っていた方が幸せだったかもしれないけどね。己を取り戻してもなお解けぬ鬼化の状態か。人ごとながら心配になってしまうわね。後戻りできないくらい混ざっちまったみてえだな。それってリーン。ああ、否定はしない。
14年前、オズボーン宰相は自分の心臓を俺に移植したという。祝賀会の夜に宰相から聞いたという話ね。幸い死こそ免れたが、その時に俺は選ばれたんだろう。アッシュと同じ、いや大いなる黄昏そのものの真の贄とでも言うべき存在に。はあ、帝国の呪いが選ぶという何らかのトリガーとなる存在。クソが、睨んでた通りかよ。ああ、その通りだ。戻ってきやがったか。ギリアス、オズボーン。やれやれ、千客万来だな。しかも招かれざる者ばかりとは。黒のアルベリヒ、いいえ、フランツ・ラインフォルト。ああ、来ていたのかね。イリーナ会長とクルーガー城も甘い。とっとと実家に連れ戻せばよかろうに。ふざけないで。イリーナ会長って何よ。あなたは母様をそんな風には。だから言っただろう、それは私ではないと。君とて同じだ、アリサ嬢。まあ遺伝的なつながりはあるがね。アリサ、まあ己を取り戻せたのは一歩前進と言ってよいでしょう。我らが果たすべき宿命、ボーガの鬼では不足でしたから。果たすべき宿命、それって鬼神の起動者のってこと。そうみたいだな。うん、表を上げなさい、デュバリー。あなた自身が選んだ道です。胸を張るといいでしょう。マスター、麗しの我がマスター、お慕い申し上げております。されど先の黄昏、世界の滅びには納得できません。その意味を自ら見出すまでしばし暇をいただきたく存じます。認めましょう、今までご苦労でしたね。はい、リアンヌ様。アルベリヒに聖女とのそれぞれのドラマがあるようだ。我ら親子もまた改めて休活を除するとしようか。ああ、と言いたいところだが、この場に他の実力者たちも戻ってきている最中なんだろう。ルーファス総督に少佐たち、両兵王に他の執行者たちも。何？団長たちが見えたんですね、霊脈からの干渉で。ああ、と言っても一瞬だが、その意味で彼らが戻ってきたら可能性はゼロになるだろう。新旧7組にバリマール、ミリアムの剣も含めて脱出する。そうだな。帰りはノープランだったけど、当てがあるのね。バリマールさえ取り戻せばなんとかチャンスはあると思うわ。彼の思念が消えてるのがネックだけど、起動者がいればなんとかなるでしょ。そうね、そのためにも取り戻さなきゃですね。
この後に及んで希望を失わぬとは、そちらの公女殿の仕込みと比べて何とも微笑ましいというべきか。過分なお言葉、痛み入ります。全容についてはまだ見抜かれていないと思うのですけど。ああ、正直感服する。間違いなくあなたは好敵手だ。オリバルト王子に続いてのな。っていきなり何なのよ。俺たちが捕まっている間にいろいろあったみたいだな。ええ、帰ったらまとめてお話しします。希望があるからこそ絶望は深いと言いますからな。まずはこの場における希望を摘み取るとしましょうか。新たな傀儡、全ての戦術核の原型、ゾア・パロール。ま、仕切り直すとすっか。鉄血のあんたの力も見てみたいしな。まさか。昔取った絹塚、君のメガネにかなうかは分からぬが、聖女殿、よろしくお願いする。ええ、あなた一人でも十分でしょうが。あの剣は火炎魔神のものとも違う。まさかミリアムさんの剣と同じ。製法こそ異なるが似たようなものだと言っておこう。我ら知性を滑る主人のみが持つことを許される無名の体験、さすがは伝説と謳われた。アルベリヒ、今はまだとどめておけ。これは失礼。我が主よ。総国の前に一度くらいは生身でやり合っておきたかったが。まあ勝負はついているだろう。君に風穴を開けられた時にな。ち、食えねえ野郎だぜ。リン、新7組てなわけでなんとかしのいでみな。ああ、任せてくれ。言われるまでもねえっつの。ここまで鍛えた力、教官たちについていくためにも全力全開でお手伝いします。鍵はそちらの二人だ。それ以外は任せるがいい。全力を持って抑えてみせよう。リン、みんなも頑張って。はい、皆さんもどうかご武運を。